会社でもなく、他社でもなく、無国籍者だね。まあとにかく頑張ってるぞっていう感じで、一生懸命隣のレーンって元のレーンに戻るんだけど、なかなか戻れないなって思ってると、ちょっと遅れて ESC がコンコンと働いてスピード落としてくれて、あ、結果的にいけたみたいな感じなんですね。だからそういうところも、まあ、あんまりきめ細かい性能作りは多分してないところは、まあ、やっぱりアメリカとイタリアの合作の車は、まあ、こんなもんかなって感じがしました。あんまり神経質な人がいないっていうのがこの車のいいところですね。だから神経質でせっかちな人にはこの車向かないと思います。まあ、一発目ちょっと頑張ってオーバースピードで入っちゃったんですけど、やっぱ DSC、まあ、いわゆる ESC が介入してスーッとこう速度を落としながら、あのドライバーの意思通りに元のレーンに戻させてくれて、でその時のブレーキのかけ方があんまりカンカンカンっていう感じではないので、その辺はかけ方が非常にうまいですね。やっぱり FF パッケージですけど、やっぱりこうドライバーズカーを目指している BM の、まあ、そのエンジニアたちがこだわってこう作り上げた、まあ、一つのこう絶品の感じがします。でこのミニの FF プラットフォームの延長線上にBM の2シリーズのアクティブツアーラーができているので、まあ、BM が FF 作ると、まあ、BM のブランドをつけても成立するような、あの走りやすい、車になっていると思うんですね。まあ、その源流はこのミニにあったということなわけですけども、まあ、そういう意味で 500X とはちょっと違った世界にいる車でした。